千葉栄次郎は幕末の剣学。栄次郎は通称で意味川茂之。北新一刀流を開いた千葉修作の次男で後継者。当代の名人達人と呼ばれる剣術家相手に高い勝率を誇った名剣士であったが30歳で没した。幼少時から父千葉修作に学ぶ。若くして奥義を極め千葉の商店具と呼ばれ。 十八から九歳で早くも、名人と噂されるほどになった。父、修作の大稽古として、三戸藩の藩校、行動館へ剣術を指南しに行った際、市内を頭上で回転させたり、股、ま、にくぐらせ、上空へ投げるなど、曲芸的な技で相手を翻弄して打ちまかした。この行為に、三戸藩藩士たちが激怒し、陳謝することとなった。このことについて、堀昌平は、 第二本剣道師で、栄二郎を曲使いの元祖と批判している。一方、栄二郎と試合をしたことがある、武藤溜吉は、そのような、使われ方をする方が未熟であると、栄二郎を苦しく擁護している。加英6年5月、周作とは別に、水戸藩に出資し、小10人組から馬回り組を経て、文久2年1月11日、 大番頭に昇進するも、翌日の1月12日、30歳で没死した。皇帝の下江秀太郎は19歳で、玄武官塾頭となり、明治維新後は、警視庁激犬世話係を務めた。長男の千葉天之助は、明治16年、山岡哲舟と、井上八郎の貢献で、東京府神田錦町に、玄武官を再興し、警視庁激犬世話係を務めた。 参考までに同試合に参加した、桃井春倉の勝率は66%。加藤田平八郎の肯定。ありがとうございます。